それでは子育ての皆様、こんにちは。五泉市から参りました泉と申します。この度はお呼びいただき本当にありがとうございます。先ほどすごく大層なご紹介をすごいいただいたのですが、本当に私たち本当普通の踊りのチームです。本当に下は今なんか最近ちっちゃい子が入って、本当小学生ぐらいの子から本当に年代も上、何歳が上でしたかね、50代まで本当に幅広い年代で本当活動しているチームです。で、私たちが今年踊らせていただきます曲は越後酒米という踊りで、日本酒をテーマに作りました。実際に日本酒を作るときに、このお酒作る方々が歌う元すり歌というのがありまして、それがこの曲の中に入っています。私たちも昨年度から何か新潟のために、新潟のふるさとみたいのをちょっと自分たち誇りに持って、なんかそういうのを伝えていきたいなっていう思いから、その新潟をテーマにした踊りを踊らさせていただきます。で、今回は日本酒ということで、ここにもね、さっき紹介ありましたが、キリン山酒造さんの方からもご協力いただいて、新潟の誇りみたいのをどんどんね伝えていけたらなと、踊りを通して伝えていければなと思っています。一人一人一生懸命踊らさせていただきますので、ぜひともご声援のほどよろしくお願いいたします。